愛知県岡崎市の東公園動物園で行われたハニーハント。参加した親子はミツバチたちが巣を作る巣枠にたっぷりと詰まった蜜の甘い香りを嗅いだり、その重さなどを体験したりしました。でも重いすごい重い。そしていよいよ蜂蜜作り。取り出した巣枠を遠心分離機にかけると黄金色に輝く蜂蜜が完成。出来たてを味わいました。取り立ての味が、桜の香りがハニーハントは来月9日にも行われる予定です。